はい、これ買ったんですけどね、これ横が、はい、こんにちは、男のソウイブでございます。今日はですね、ちょっと質問が来たので、短パンの 5L サイズの型紙が欲しいということだったんですけど、まあ、それについてちょっと回答していくのと、あとね、カッターボードを買ったので、でかいやつね、カッターボード買ったので、まあ、それを紹介しつつ、あとソーイング部屋をちょっと、まあ、引っ越ししてね、ちょっと引っ越し、去年、今年の3月に引っ越しはしたんですが、で広くなったんですが、まあ、盲腸に4月の末になって腹膜炎もやっちゃって、その時で2ヶ月ぐらい、10日入院して2ヶ月ちょっと療養、仕事休んでね療養してたんですけど、で、まあ、なんとなくもうね、引っ越しして落ち着かなくてね、ソーイングもね、してないわけじゃないんですよね。あのね、作ったのいっぱい、作ったのっていうか、袖なし作ったのかな。袖なしね、袖なしとか、あ、短パンだ。セルビッチの袖なしすごいいっぱい作って、ちょっと折り目ついてる、いろいろね、いろいろ作ってたんです。いろいろって、まあこれかな、これまたいいんですよ、セルビッチ。これの今度長袖ラグランスリーブも、長袖じゃない、半袖ラグランスリーブも作ろうと思うんだけど、まあ、作ってないわけじゃないけど、動画の編集して出すとか、そういうのはね、なかなか、まあ、まあやってたんだけど、テロップつけずにそのまま流してたりもしたんでね、ちょっと昨日ね、妻にまあ怒られつつ、ちょっとね、布の整理もしてね、すごい汚かった歯切れがすごくてね、でソーインググッズもいっぱいあってね、まあ、ね、使えばね、道具として使えるんだけど、使わなかったらゴミになっちゃうもんですから、ちょっと使わなそうな、ほんとちっちゃい歯切れは捨てたりもして、かなりね、まあね、やっとこう再始動じゃないけど、そんな感じにはなってきたんですけどね。でね、まずね、どうしようかな、何からやろう。とりあえず一番最初に、カッターボードね、ちょっと紹介しましょう。はい、これ買ったんですけどね、これ横が2メートルで1メートル縦がね、超でかくて、いやー、くねね、厚さがね 4.5 ミリね、これ高かった、2万5、6000円してね、ちょっと、まあちょっと妻に買ってくれないかっつってお願いして、で今までね、60×90 っていうのを使ってたんだけど、だからここが90だから、まあこんぐらいかな、こんぐらいのは使ってたんだけど、それ2枚合わせでね、だけどロータリーカッターで切ると、2枚合わせてるつなぎ目とかがね、切れなくて、なんかもう一回ずらしてこうちょっと切ったりするんで、すごいストレスで、で布をカットするだけならまだいいんだけど、私型紙ね、例えばね、ショートパンツ、
今ちょっとないね、あの長ズボンのパンツがあの型紙作る時にね、やっぱ結構な大きさで、で最初ね、私が使ってたその 60×90 っていうのはね A1 サイズっていうのがあって、でその時ね探した時は A1 サイズが一番大きかったのかな、 Amazon で買ったんだけど、で最近見てたら A0 サイズっていうのがあってね、 A0 がね90cm×1.2m ぐらいかな、 1.2m ぐらいなのがあったんだけど、でそれでもいいかなと思ってたんだけど、なんかねその長ズボンの型紙こう置いたらちっちゃかったんですよ、少しだけ。なのでその上のサイズとなると特大サイズっていうこの 1×2m の、やつがあって、まあ値段もそこそこ でまた重たいんだけど、でこの下の板がねこれ90センチ幅なんですよ、90×180 ぐらいで若干こう余ってるんで、本当は 1×2m の下板にしてこれを全部ね使えるようにしたいなとは思うんだけど、まあ妻にあんまりでかいテーブルを置くと狭くなるって言われましたってまあこれでちょっと しばらくでもそれでもね、前アパートで暮らしてた時よりは格段の広さになったんだけどね、あとはまあソーイングするだけっていうことで、でまあこっちのテーブルもね、これねなんかちょっと廃材とまあ新たにね、板か 1x4 の板か、これ買ってきて、まあ、作ったんだけども、まあこれは快適なことは間違いない、まあそのうちまた型紙とかもね、ここで一気にこう一回でこう切れるってね、こんだけこう作業効率がいいことはないしね、まあこれだけあればね、ほんとまあいくらでもできると、ストレスなくできるかなとはいうことでね、でまあいいですよ、この質感がいい、やっぱりね売ってるのは売ってるとね3ミリとかもあるんですよ、3ミリとかあと4ミリで、で 4.5 ミリっていうのもあるんだけど、やっぱそれなりの値段はして、あやっぱ使ってるのよりこれ厚いなと思うんだけど、なんかねちょっと拡大しましょう、でまあ一応メモリもまあまあ1センチ刻みでついてるけど、メモリはいらないけど、まああるとなんとなくたまにちょっとだいたいまあちょっと役に立つ時もあるかなと思って、一応裏はね無地ですからね、裏は無地だけどあるかなというとこですね、これね。でもいい、質感はいい、だから気に入ってます、これはずっと一生使えるんじゃないかな。あと注意するのはアイロン台、ここに上に置いてアイロンかけるとちょっと熱でやられちゃう、危ない危険性があるんで、そっち側のね、こっち側のこれ、こっち側の板をこっちをアイロン置く台にしようかなと思ってます。でちなみにね、この間スカートの話に行っちゃおうか、スカートこれね作ったんだけど、妻のね、いいですか、申し訳ないんだけど糸なんか出てる、これねかなりねちょっと厚、これね素材がコットンでね、いつも行く布屋さんに行ったらなんかあまあ売ってって、これでも一瞬ウールに見えるじゃないですか、でもコットン 100% で、で質感もねコットンなのかウールなのかわかんないけど、たまにウールチクチクするじゃないですか。で妻肌が弱いというかあれなんで敏感なので、あんまりリネンにしてもあんまりチクチク系のリネンはねダメだったりするんで、これ肌触りはねとってもいい生地で、で買ってきたはいいけど結構縮んだんですよねこれ。うん。でまあ適でも厚さはそこそこ秋冬用なんでそこそこ厚くて質
感はいい感じなんだけど、ちょっとねもうちょっと丈長くしたかったんだけど、これ動画この間まあやったのはね、作ったシーンだけはあるんだけど、でここ一応シワ寄せシワというかプリーツ入れたかったんだけど、まあプリーツはねこの秋冬とかこういうなんていうのツイードとかこういうウールとかそういう素材はいらないいらないというか出ちゃうなんかね、もう厚手なので重い。